こんな感じで全部選べますね。インスタライブみたいになってる。これちなみにおいくらくらいなの？15万うん、やっぱ好き。あ、好き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 、こういうの好き好き、エロティー好き。エロティーですよ、しかも T シャツのターン長いし、ターンがすごいガチ買い物になる。こんにちは、シトレイです。今回はですね、ユーテンジ学芸大ショップクルーズ後半ですね。引き続き、ヒムセルフゆうきくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、学芸大学1軒目はどこに？イシューさんです。イシューさんです、こちらです。どうイシューはちょっと古着屋さんっぽくない？古着屋さんっていうか古着屋さんっぽくないですね。なんかこうセレクトショップみたいな、はい、佇まいが内装もしっかりね、うん、な感じです。早速入ってみますか。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一平くんです。一平くんはもしかしたら楽天ファッションウィークの時にもちょろっと映ってた。もともとね、フォトグラファーもしてて。そうですよね、僕その印象でして。そうなの、はい、そうなの。もともとスイートスナップだっけ？違うか。そうですよ、レイさんのスナップ見てて、で僕もスナップをやり始めたんで。レイチル、レイチル、本当にレイチル。今やこんななってしまった。こんな素晴らしい、こんな素晴らしいお店まで初代まで持つようになってしまって。見てください、さっきちょっとあの古着屋さんっぽくないって言ったのが分かります？とりあえず広いですね。広いよね、ここね。で、はい、このお店のコンセプトは？イシューってやっぱ名の通り、まあ発行するだったりとか、まあ、なんかこう物申す的な、まあ、印象のある言葉なんで、まあ、なんか古着のちょっとこう価値観を改めるっていうか、まあ、再定義できたらなっていう。例えばどんな推しアイテムというか、推しアイテムといえばみたいな。今夏なんでやっぱりうちらしさといえばボロだったりとか。これですか？さっき ゆうきくんが食いつくように見えた。これは最高ですね。いいボロしてますね。つなぎもそうですし、うおテンション高っ、テンション高い。でもいいコンディションいいですよね。まあボディ自体はそんなにこう破れてるとかないんですけど、ペイントが多いっていう感じ。ペイントはまあもともと多分作業してた人が、うんうんうん、まあ、使い込んでこうなってしまった。もうデザインじゃないもんね、こうなったっていうのがかっこよくない？ちょっと偶然性なんですけど。でも明石から最近つなぎ欲しいんじゃなかったの？何でしてですか？あなたストーリーズに酒井のつなぎ乗せてたじゃない。でボロはボロでソフトボロでこう、ソフトボロだ、あの端っこだけこういう、ここだけの、あのここまでのテンションがちょっときついなって人はこういうテンションだったりとかもあるのかなと。まあ、これもいい感じにあのカスカスな、カスカスな、そういうボディ好きなんですよ。私も好き。くたびれてればくたびれてるほどいいと思ってる。そうなんですよね。もうどういう系の T シャツが多いの？まあ、アート系だったりが多いかもしれないですね。あでも性格出るね、こうどういうのセレクトするかで。なんかあの牧歌的なの多くない？お花系とか。あそうですね、こういうのとか、あこういうのとか。あそうです、こうなんか淡い感じ、パステルな。静かな古着好きなんですよ。静かな静かな古着。ほらねえ、優しいでしょ。でお店のなんかさ味ってあるね。ちょっと1個見つけちゃったんですけど。何？あ、好き。静かじゃないやつ。静かじゃない。顔みたいになってて可愛いね。何？なんとか内向的だと思いますけど、ね、そうですよね。あ、まあ、確かに静か感はある。静か、静かな、しゃぶりなんか静かな中の狂気、細胞ですから。うんっていう、うんっていう。医療系のなんかなんでしょうね。なんかちょっとそのサイエンスフォーライフ、マイクロソフトとかアップルとか、まあ、今古着業界的には流行りなんですけど、ちょっとそこじゃない、やっぱ誰も知らないような企業っていうのをあのファッションとしていきたい。探すとおしゃれなのあるから楽しい。ありますね、これは。ありますね、掘りがいありますね。こういうのはなんか高青年が着てそうな感じじゃないですか。あ、そうですね、これザ高青年な、うん、いい感じの。
あ、こういうのとかも優しさの塊みたいなファイル。優しさの塊ですね。優しさの塊、これ絶対柔軟剤大豆かふかで洗いたいもん。ビーチシャツなんでしょうね。海上がった時にザザッと着れるやつ。妻焼けなんですけど買ったそのタイプだから、うん、多分こちらジルボー好きで、これだとあのパラシュートパンツってそういう有名なテーピングになってるパンツが主なんですけど、これ真っ黒なかなかないですよね。ショーツとかもそのデニムとかが多いんですけど、うねになってるコーデュロイのプリントっていうか、コーデュロイが柄になってるですね。あ、これとか割と可愛いよ普通に。ああ、レイさん好きそうですね。いい、この丈感、この丈感、カブスだ、メジャーリーグの T シャツですね。へえ、かっこいい。可愛い、これ私割と好き、こういうの。あ、これとかも可愛い、ほら見て、静かな感じでも、刺繍。あ、刺繍なんだ、素敵。うわー、いいっすね。転写でドンって終わっちゃうのが多いですからね。しかもめっちゃ刺繍細かくない？これ黒ボディだったら見たことあったんですけど、うん、全部レーヨン、白レーヨンでこの感じは初めて見ました。イシューさんのすごいところって、あの、入荷のペースがすごく速くって、うんうんうん、あ、そうなんだ。入れ替える速度っていうかペースがこの物量なのに超、うん、早いんですよね。全入れ替えするの週に100点ぐらいで、うん、そんなに。古着を100点毎週入れ替えるって、うんうんうん、超大変なんですよ。そうだよね。もう毎回行っても新しい何かがあるってことだよね、うん、こっちも行きますか。こっちもありますね。あ、その前に私の好きな香水シリーズもあるのは何ですか。レイさんという香水。そう、これはシロっていうニューヨークのブランドで、うんうん、100年ぐらい続いてる。長いんだ。単純に置物としてすごい素敵なので、うんうん、ちょっとそういうオブジェ的な感覚もちょっとあったっていうのは。アクセサリーはどんな系が多いの？上段がメキシカンジュエリー、うん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 、で下がニールっていう日本のブランドですね。あ、ニールって書いてある。本当だ。さ、急いで行きましょう。ほら、まだもう一部屋みたいな、もう一声みたいなボロ。このボロもかっこよくない？わー、これめちゃくちゃいいっすね。50代の 50s のカバーオールだ。やばい、タグ超かっこよくないですか？だってさ、タグやばくないですか？ゆきが一番最初にこうやって刺してるそこから見るんだみたいな。タグかっこいいわ。デニムとかのカバーオールが多分主だと思うので、この白のコットン地ってあんまり見ないかなと。もっと分厚くなっちゃうんですよね、50の後半60になると、まあ、デニムになったりとか、うん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 、40、30年代とかになってくるとやっぱこのボディが多いから、うん、50でも絶対頭。これちなみにおいくらくらいなの？15万。うん、やっぱそう。やばい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 。ここら辺はどういう集積になっているの？集積、まあ、こっちの方が比較的まとまりがあるというか、ね、あと、あのちょっと新品っていうんですか？新品はベルトと靴だけです。あ、そうなの？意外とスウォッチは？スウォッチ、古着、デッドストック。あ、そうなんや。この靴は？こっちの靴は、まあ、並行輸入で入れてる新品って感じですか。ボロの T シャツと何かっていうイメージで、まあ、作ってはいるんですけど。あ、ちょっと綺麗めな感じのものも合わせて。確かに全身ボロボロだとね。そうなんです。なんかボロにインディアンジュエリーとかだとちょっと強すぎる印象なんですけど、そこにスウォッチ入れてちょっと遊んでみたりとか。あ、なるほど、なるほど。あ、普通に可愛いやつね、これね。可愛い、これ高青年のやつですよ。すごい、これもチャンピオンもやっぱ60年代70年代でガッて集まってこう置いてあったりとか、この80s のポケティもこんな色選べたりとか、何個か見比べられるっていうのと、確かに確かになかなかできる技じゃない。例えばパンツ欲しいなってあった時に、これだけだとなんか物足りない、こんだけあると好きなものが選べるみたいな。ラルフローレンの解禁シャツとかもこんなに、ほらすごいですよ、ほらほら、もうこれこんな感じで全部選べますみたいな。インスタライブみたいになってるこんな感じで今解禁がまとまって入ってるので、まあ、でもじゃあ今、スタッフさんに来てもらってますまあ1枚あっていいよねってやつですよね。本当こんなに選べるなんてなかなかない機会なので、こういうね、ピンクフロイドのこうドーンってこれすっごい、これ超高級ですよ、高級品ですよ、ピンクフロイド、ピンクフロイドこういうのがこう
バーン刺さってると、いやもう静かにいましたよ。ちなみにおいくらだと思います？48,660,000円。おほほ。でもこれ珍しいですし、しかもブロッカムの XL 表記なんで本当に間違いなくいい、うん、あジャズティー、これいい音、大好き。ジョン・コルトレーンの T シャツ、これジャズティー珍しいんですよ。珍しいの？なかなか。マイルス・デイビスとか、うん、サラ・ボーンとか、こう50年代とかに活躍した、うん、あのジャズの、 あの奏者がこうプリントされてる T シャツのシリーズなんですけど、うんうん、うわすごい、これ、うん、うちでも黒出してたんですけど、これめちゃくちゃいい T シャツなんですよ。柄が、まあ、フラクタルって柄なんですけど、うん、それがアートになってる、うん、超かっこいいですねこれ。あのフィムセルフで黒出てるのを見てました、うん、ありがとうございます。古着屋さんは古着屋さんをチェックするわけですね。いやもうこれ超いい、超かっこいいです。そしてステューシーもたくさんあるわけですね。ここからここまで楽しいですね。すごい紹介したいですねこれ。さすがにちょっとよかった、自分でできなかった。10枚ぐらいステューシー、あしかも全部古い。90、90、これ80だな、これもかっこいいっすね。かっこいい。でまだありますよ、まだありますよ。で今回そうあのラルフローレンとステューシーまとめてちょっとご紹介してるんですけど、こんな感じで全部もう全部オールドレス、もうかっこいい、かっこいい。なかなか8090でこうやって揃え切ることっていうのが簡単にできないんで、うんうん、いいショップさんだなっていう、いいお店だやっぱいいお店さんだっていう。そしてお時間でございます。あお時間、お時間食べれすぎちゃった。縁も竹縄ですが我々ちょっと次のところへ行かなきゃいけなくて、すいませんめちゃくちゃと。でも楽しかった。いやでも超楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。次に行くのはウォーン。実はインスタで見つけたお店なんですけど、すごい雰囲気が良かったんですよね。しかもかつ最近そのウォーンに入った男の子がヒムセルフの常連だったっていう。びっくりした。だからいやびっくりです。微妙に関係性がお互いあるっていうね。びっくり。そう、そしてウォーンさんね、非常に見つけにくい場所にありまして、見つけづらいですねこれ。こちらですね、パッと見カフェ&バーなんですよ。パッと見カフェ&バーなんですよ。カフェ&バーのそのトリッキーズを抜けた先にですね、本当にあるんですかっていうぐらいのねえ。だってなんか見つけてもらわないようにしてるんじゃないかくらいの。こちらになります、ウォーンさんです。足元お気をつけください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。スタッフをさせていただいてます、林田陸と申します。陸くんお願いします。キム選手の帰ってる人だったと。帰ってる。なるほど。 そして今日はちょっと出れないんですけど、オーナーの、はい、天の声さん、稲垣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、稲垣さん、ここのお店って、はい、できてどれくらい経つの？わ、ちょうど3年ですね。なんでこんなわざわざ分かりにくい場所にしたの？人があんまり来ないので、うん、お客様一人一人との時間が増やせるっていうので、この場所にしました。ちゃんと接客ができる場所みたいな、はい、やっぱお話しして買い物をしてもらいたいので、うん、じゃあ、まあ、おすすめ聞いてみます？聞いちゃいましょう。これですかね。何何、はい、リーバイスの T シャツなんですけど、はい、オフィシャルだと思うんですけど、うん、こういうサイケなデザインっていうのはなかなか見なくて、多分70年代頃にリーバイスがヒッピーとか文化を背景に作られている T シャツで、このかすれ具合とか、うんうん、やれ感とかね、はい、もう当時の人がラッパパンツに履いてるのを想像できるような T シャツなので、うん、すごい好きです。リーバイスの中でもかなり珍しい方ですね。かなり珍しいと思います。70年代でこのサイケデリックでってなると、うんうん、群を抜いて珍しくかっこいい。なんかちょっと見ます見ます、うん、ちょっとちょっと見るタイム入ります。見るタイム入ります。皆さんちょっと没頭させてくださいね。ねえ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 、好き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 。カーソル系もやっぱすごい素敵っすよね。色鮮やかなメッシュだったり、うんうん、パイルだったり。パイルなのここに、なんでここに線ついてるの？線とかジップついてるの？スイカ？なんでだろう。スイカ？じゃあと思った。何もない。なんだこれ。ポケットじゃないの。穴？フェイクですね。あ、デザインとしてユーロなのかな？え？でここはポケット。コインだ。ここはコインで、ここは何でしょう？ここはかまし。かまし、かましだ、かましですね。あ、これ好き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 。おしゃれ。おしゃれ。やっぱ半袖のこういう柄ティーって本当に、うんうん、買ってくるの難しいですからね。業者っぽい。なんかインスタライブやり慣れてるし。もうやり慣れてるんですよ、もう。
これもなんか不思議じゃない？90年代のシャツで、うん、バイカラーで赤と白なんですけど、うん、真ん中のマラソンのトラックみたいなものがすごい好きで買ってきました。キャメルの T シャツいい。見たい見たい見たい。あ、好き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 、こういうの好き好き。エロティーですね。エロティー好き。エロティーですよ、しかも本当にねえ、このできないってしかもキャメルの前のいい古いやつですよね。へえ。だこれ窪塚が吸ってるキャメル当時僕もうめっちゃ憧れててコンビニに買いに行ったんですけど売ってなくって、もうなんとかしてこのすぐ新しく出たキャメルを吸いに行き、ま、買いに行きましたねコンビニに。大好きです。リーバイのカーボーイパンツみたいな、ちょっとかっこいい、テンション高いやつ、いいリメイク、いい、あ、かっこいいね。その下に履いてても超可愛いですよ ね、ドレスの下に。リクのおすすめはありますか？ MPD の企業もだったりとか、うんうんうん、あとブルースリーまでです。あ、ブルースリー、なんか押してません？ブルースリー好きなんですよね、あのバカな感じが顔の T シャツってジャケットの中とかに入れると可愛いじゃないですか。可愛い、可愛い、だから結構好きなんですよ。アディダス、おー、へー、あ、本当だ。ビーチバレー、ビーチバレー、うん、ビーチバレー、うん、こういうやってる途中エロティあります？エロティエロティがないところ T シャツって始まんないところあるじゃないですか。始まらないですね。ねえ見てこれ可愛いんだけど、お、見てモホ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 ついてる。うわめっちゃいいっすね。可愛い。しかもデニムのところはデニム地、スニーカーのところはなんかエナメルみたいに。そうそう、仕事が細かい。細かい。90年代のセサミストリートのオフィシャルの、まだセサミストリートってちゃんと書いてある。へえ。ニューバランスの古いバッシュ珍しい。バッシュなの？そう、90年代中頃からなくなっちゃったんですけど、うん、93年ぐらいまではそういうのを出していて。へえ、はい。これは？これは？それはディズニーのオフィシャル。ディズニーのオフィシャル？へえ。でもディズニーのオフィシャルなんですけど、どこにもあいつがいませんか？そうなんですよ。うん、それでたまにそういうの出てくるんですけど、スウェットとかでもあって、うん、たまに出てくるんですけど、うん、共産のやつだと思うんです。下のコピーライトのところに。本当だ、198にディズニーって書いてある。なんてささやかな。 T シャツだったらあっちの白い箱の奥にある、白い箱の奥、20センチリフォックス。おお、おお、ギラッギラじゃないですか。見てもいい？わお、めっちゃめっちゃあるめっちゃあるめっちゃある。うわすっごいこれ。あ、しかもこのクタクタ感いいですね。いいですよね。でも全部 Z ストックで、すごい収入だ。70年代で。確かに綺麗さも全然違う、ピカピカ。すごいすごいこれちょっと。一応 S、M、L、XL 全部。あんの？すごい。すごい全部ドーンってあったんだ。ドーンってあって、うん、全部まとめて。これはいいやっていう。これは昔のロゴなんですよ。うんうん、そっか、ちょっと違うもんね、はい、カウントがちょっと細いもんね、はい、プリント場所も場所によって違うの、違いますね、大きさによって。ちょっと私下だもんこれ。ちょっとこれ着てみていいですか？もちろんです。ほいほい、こんな感じですかね。サイズ、もうワンサイズ上でもいいかな私。でもそんぐらいピッチピチね。ピッチピチ。M、M ですよ、ちょっとお待ちくださいねでも M だとちょうど、あのちょうどもっと大きいとあれかな、正直でかい方が古着的には珍しい。うーん、そういうこと言って、そんなこと言ったちょっと入ってみる。すごい。でこんな感じです。あ、めっちゃかわいい。かわいい。L もちょっと一応見よう、一応見よう。絶対全部着てみた方がいい、これ。T シャツのターン長いっす。ターンがすごい。ガチ買い物になると長くなるっていう。こちらが L になります。あー、 L の方がまあ若干、若干ちっちゃい。L で。L で。L で。L、L 買います。ありがとうございます。これいいじゃん。これとかもなんかちょっとあったら可愛くない？はいはいはい。フィッシングベスト。ねえ。おゆぎくんが、ね、フリープレイになってきた。フリーで、フリーでちょっと試着してます。すみません。あー、でもいいですね、こういう。いいですね。パジャマ。でれテンション高い。あー、かわいいやつ、かわいいやつ。買わないですか？さっき、ね、20th century 買っ、決めたからなーって。かわいい。ハンドメイドなんですかね。でも一応ブランドタグがついてるからハンドメイドではないんで。このスウェットも
わあ本当だ、リブがスウェットになってる。面白いのいっぱいある。はい、イシュウォンさん2店舗見させてもらったけども、ゆきくんどれが気になりましたか。やっぱエロティ。全部エロティ。エロティがすごく気になっちゃって、でもこんなにその店舗さんが違ったとしても、やっぱそのエロの、うんうん、エロティの差が結構あったなっていうのが。 T シャツ何セレクトするかで店の色出るね。出ます。ちなみに私が一番いいなと思ったのは、20th century 買うしねみたいな。30分ぐらい悩んでました。サイズ感何回も何回も同じものを、ね。はい、皆さんは何が気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。